ヘレン・ハイド。1890年コロビー・ガウンガの月光。ハイドによる木版画。ヘレン・ハイドはアメリカ合衆国の女性版画家。日本を題材にした浮世絵風の版画で好評を得た。1868年、アメリカのニューヨーク州に生まれる。後に二人の妹が生まれたことで、三人姉妹の長女となる。父親の勧めにより、十二歳より絵画を学んでいる。 1882年、父親の突然の死後は、冬のおばのもと豊かな環境で育った。サンフランシスコとニューヨークの美術学校で美術を学んだ後、1890年にはヨーロッパへ渡った。パリでラファエル・コラニやフェリックス・レガメイに支持し、ジャポニズムの洗礼を受ける。また、同じアメリカの画家メアリー・カサットの版画に接し強い影響を受けている。 1894年に帰国後、同版画家のジョセフィン・ハイドから、エッチングの基礎を学んだ。さらにアーネスト・フェノロサの強い影響を受けて、木版画を始める。ハイドは1899年9月に来日、翌1900年4月に来日してきたエミール・オルリックについて、木版の技術を学び、バーナード・リーチからは、エッチングの指導も受けており、さらに、カノトモノブに、 日本画をも学んでいる。そして、日本に滞在しているとき、浮世絵に興味を持った。同1900年、版元の小林文七より、木版画、日本の聖母を反抗し、これ以降、日本の風俗をテーマにした多くの木版画を制作している。1901年には、第10回日本絵画協会展に、愛児を、出品、受賞している。しかし、 小林文七がスリの終わった反義を廃棄処分にしたことを不快に感じたハイドは、1908年には、専属の堀市松本、スリ市村田を雇って、ハイドが監修をしながら、赤坂のアトリエで創作を行った。また、1909年には、ハイドの基本が、片言がシアトルで開催された、アラスカユーコンパシフィック展において、金賞を受賞した。ハイドの基 当時の日本風俗を西洋人の女性による視点から描いたもので、母と子や愛らしい子供を主題にした作品で大変好評を博した。1914年に最終的に帰国するまで10年以上日本に滞在しており、その間にインド、中国、メキシコにも旅行している。ハイドの作品はパリのサロンにも入選するなど国際的に高い評価を受けている。 51歳没、亀戸天神の太鼓橋、お隣さん、みえる浮世絵は1869年とする。ありがとうございます。